私はさくら。彼氏いない歴イコール年齢、地味で内気だからなかなかモテない。いつも一緒にいる親友のユリアが超絶美人だから完全に私は引き立て役。私が好きになった男の子は必ず美人なユリアのことが好きになってしまう。まあユリアは本当に美人だから仕方ないよねと、超絶ユリアのことが羨ましかった。ある時、私の勤務先に中途採用が入ってきた。今日から働かせてもらう大地です。爽やか系イケメンで一目惚れ。しかも同い年で大学も一緒だった。やばい、かっこいいかも。大地くんとは部署が一緒で、私が教育係をすることに。ユリアみたいに美人になって大地くんゲットするぞ。メイク、ファッションとあらゆる女子力を鍛えていき、少しだけ垢抜けることに成功。メイク変えてみたんだけどどうかな。最近気になる人ができたんだ。そうなんだ、応援するよ。そのメイク似合ってる、すっごく可愛いよ。ユリアは私の恋を応援してくれた。ある日、大地くんと仕事終わりに駅に向かっていると、偶然ユリアに遭遇。あー、さくら、仕事帰り。あ、はじめまして、さくらの幼馴染のユリアです。ユリアちゃん、すっごい美人ですね。大地です、よろしく。あー、やばい、電車来てる。さくらちゃん、また会社で。ユリアとさくらを残して大地くんが先に帰った。大地くんってすっごいイケメンじゃん。もしかしてさくらが気になってる人？大地くんの連絡先教えてよ。3人で遊びに行ってさくらと大地くんくっつけてあげるよ。大地くんもユリアのこと美人とか言ってたし、好きにならないかなと心配に思いながらも、せっかく応援してくれているので連絡先を教えることに。ユリアが間に入ってくれたことで、大地くんとユリアと3人で遊びに行けることになった。ユリア、ありがとう。楽しみだな。とびっきり可愛くしてきてね。さくらのことプッシュするから。ユリアは内気な私のためにキューピッドになってくれた。3人で遊んだ後は大地くんと2人で遊ぶ約束をした。大地くんとの初めてのデートは、お互いの趣味でもある映画を楽しんだ。映画の後は2人でおしゃれなレストランに行き、今日見た映画の話で大盛り上がり。こんな楽しいデートできるなんて、ユリアに感謝しなきゃな。その日、大地くんは私のことを家まで送ってくれた。私はそんな真摯に接してくれる大地くんがますます好きになった。大地くん、今日の仕事終わりにご飯行かない？あー、ごめん、今日はユリアちゃんと会うんだ。え、ユリアと会うってまさか。そうなんだ、じゃあまた今度。うん、またデートしようね。私はモヤモヤしながらも、大地くんがまたって言ってくれたから大丈夫だと言い聞かせた。大地、この前超絶美人と歩いてなかった？新しい彼女とか？この前別れたばっかなのにもうあんな美人捕まえるなんてさすがだな、羨ましい。おお、見てたんだ。声かけろよ。そうそう、新しい彼女、元カノならいつでも紹介してやるよ。私は聞いてしまった。大地くんはクズ男だった。そんなユリア応援してくれるって言ってたのに、感謝してたのに、陰で私のことをバカにしてたのかな。大地くんもただのクズ男じゃん。もしかしたら大地くんが同僚に自慢したくて勝手に彼女って言ってるだけかもって、幼馴染に裏切られたってことを受け止められず、私は直接確かめてみることに。ユリア、大地くんと付き合ってるの？え、そうだよ。てか、なんで知ってんの？完全に開き直ってるユリアに怒り爆発で、そっから返信しなかった。クズ男の大地と仲良くしてな、さよなら。それからはしばらく関わらず平和に過ごしていると、久しぶりに大地くんが話しかけてきた。さくらちゃん、久しぶりに仕事終わりご飯行かない？あ、いえ、忙しいのですみません。もう傷口を広げられたくないって思ってたけど、大地があまりに寂しそうな顔をするので、とっさに、あ、少しだけなら。久しぶりにご飯に行くことになった。カップルばかりの雰囲気のいいレストランに行くと、店内に入ってすぐのテーブルにはユリアが。え、なんで大地くんがここにいるの？なんでさくらといるのよ？仕事終わりにご飯食べに来ただけだよ。ユリア、この人は。ユリアはなんと浮気していて、その相手曰く婚約しているらしい。本当にごめんなさい、私この人と婚約してるの。もういいよ。
大地くんとユリアの婚約者は怒り心頭で、その場が修羅場に。巻き込まれただけの私は気づかれないように帰っていった。それからしばらくしてユリアから謝罪のラインがあった。私は正直関わりたくなかったけど、幼なじみの情があって会うことにした。さくら本当にごめん。正直に言うと、あの時ろくまたしてて全員と婚約してたの。いわゆる婚約詐欺。フェードアウトする前に大地にバレて作戦失敗。大地はそれでも好きって言ってくれて、慰謝料払うために起業しようって。それでね、必ず返すから500万貸してほしいの。こんなこと頼めるのさくらしかいなくて、貸してくれる？はあ、お金借りたいから謝っただけなの？信じらんない。今後一切関わらないで。風の噂で聞いたんだけど、結局ユリアは OL と夜の仕事をして必死に500万作り大地くんに渡したらしい。でもそこから音信不通。なんと大地もロマンス詐欺。救いようのないクズだった。悪いことは必ず自分に返ってくる。私は清くこれからも生きようと誓ったのであった。ご視聴ありがとうございました。また見てね。